皆さんこんばんは、山のお兄さんです。今日は山のお兄さん工房からのお届けになります。何をするかというと、こちらですね、私のお気に入りのお財布、見えるでしょうか。頑丈のブライドルレザーを使った長財布、小銭入れはなしですね。深いグリーンですね、濃い緑色の色です。買ってもう5年ぐらい経つでしょうか。すごいお気に入りで使ってます。このシンプルさ、大きい札入れが2つにカードが8枚ずつ入るようになってます。ここにちょこっと収納があります。逆側もカードが入るようになってます。今日はこちらを定期的に、クリーム塗ってますので、今日も保湿クリーム塗っていきたいと思います。頑丈からではないんですけれども、ブライドルレザー用のクリームです。こちらメーカーは、防水ワックスとかで有名なコロンブスです。コロンブスのブライドルレザークリームを使って塗り込んでいきたいと思います。なお遠くに見えるのはお気に入りのフェアハンドのランタンです。まずはですね、こちら塗っていきたいと思います。どうしてランタンを出しているかというとですね、財布も冷たくなっていればなかなかクリームが染み込んでいきませんので、ランタンの近くに置いて温めながら塗り込んでいきます。こちらよいしょ、クリームこんな感じですね。まずはこのようにして財布の表面をさっとこすって温めてあげます。で、中に入っているクロスでクリームを取って財布にまずは塗っていきます。クリームといってもですね、油みたいなものなので、こすり上げて摩擦熱で中にクリームを塗り込んでいきます。これやはりですね、革靴、登山用の革靴とかも全部共通なんですけれども、しっかりとこすって摩擦熱を与えて温めて中に塗り込んでいくことが重要になってきます。でしっかりと縫い目もですね、縫い目は超重要です。さっと塗った感じですね。ちょっと暗くて分かんないでしょうか。塗ってない方はこんな感じです。あんまり分かんないですね。後で写真撮っておきます。私の一日の流れ、休みの日の流れというのはですね、日中の明るいうちはですね、外で動き回って遊んで、
で夜になったら、日中遊んだ分の後片付けと道具の整備などをしてます。あと寝る前に少しゲームなどをしたりして過ごしております。まあ、こうやってですね、私はこう道具を触ってるのがとても好きで、まあ、これが一日のルーティンなのかなと思います。長く物を使いたいので、まあ、整備しながら長く物を使っていくようなものが好きです。使い捨てとかあまり好きじゃないですね。いいものを買って長く大切に手を加えながら使っていくのがいいなと思ってます。そんなわけで、革製品というのはとても好きな道具の一つです。ちょっと暗かったので電気を足しました。どうでしょうか、見栄えは。最初からやれっていう話なんですけどね。でですね、こう使った道具を、日中使った道具をですね、夜に整備しながら今日の日中はどうだったかなっていうのを思い返すのはとても楽しいです。こうやって塗りクリーム塗っていくとですね、だんだん、最初これブライドルレザーといって、このとても硬い革だったんですけれども、まあ、使っていくうちにだんだんと柔らかくなっていって、こう自分の使いたい柔らかさに調節していくという、今ではとてもすべすべツルツルです。でちょうどこの折れ目のところが柔らかくなっててパカパカしやすいです。他にもですね、革いろいろな種類がありまして、コード版とかいろいろありますね。で、目革とか、まあ、その中でも私は馬の鞍に使うようなと頑丈なブライドルレザーをチョイスしました。馬の鞍に使うぐらいですので、とても頑丈な持ち味がありますね。でちょっと拭き上げたらこれで当たります。さっと温めて財布の表面のクリームを溶かしていきます。温めたらまたすぐ塗り始めます。で普段はですね、クリームそのしょっちゅう塗らなくていいので、手でこすってあげることがいいらしいですね。手でこすって、その体温と自分の手の油で、この皮の保湿をさせてあげるのがいいようです。どうでしょうか。いい感じにスベスベになってきたと思います。最後に写真を撮って終了となります。